バーチャルって出てきます、最初に。で、あの、バーチャルっていうのは、これ気をつけたらいいのは、あの仮想のっていうイメージが強いですけれども、バーチャルね。もちろん、仮想のっていうふうな言い方もあるんですけれども、よし、今回ます。仮想のっていう言い方もあるんですけれども、あの、これの方が英文では結構出てくるし、和訳だと気をつけてね、事実上の言い方です。Virtually は事実上って言い方があるので、こちらの方がぜひ処理できるようになっておくといいです。はい。で、まあ、事実、Early Epoch of Human Civilization。まあ、人間の文明のあらゆる時代においてって言い方です。Epoch は時代だからね。アワーとかピリオドもあるけれども、かなり特定の期間を指す時代だとこれで使えます。はい、ってなところです。で、includes reference to flight。まあ動詞これで、ここ名詞です。飛ぶということに対する言及、虚述がね、references でそのまま使ってます。ほら、あの、refer to us to ね。refer to で、ニョロニョロを参照するっていう言い方があるだろう。refer は何かを述べるときに使うので、言及っていうことをここではしていく。ってなところです。はい。ということで、今回の話題は今から見ていくんですけど、飛ぶというお話です。はい。で、最初ですけれども、これは素直に考えてもらったらよくて、名詞が連なってるわけです。A があって。The winged gods of ancient Egypt to the Greek legend of Icarus under skull of the myth ってなってます。で、名詞が連なってるって先生どこですかって言ったら、まあ、ここのところがね、The Greek of Legend Icarus のところと、The Winged Gods of Ancient Egypt。カンマは打たれておりますけれども、このような括りになってるので、ここの表現については、古代エジプトの翼を持った神から、ギリシャのイカロスの伝説や、まあ、アースコアオフ多数のという言い方です。アースコアオフ多数のという言い方になりますので、多数の他の神がですね。はい。で、単語リスト見ながらでいいので、あの、こちらにね、そちらに載っけてるのは言わない、あの、言ってないので、メッとか神話とかに、ね、しっかり押されてるんでね。多数の他の神が。ですから、これは何々から何々までの構造なので、正解は from。が当てはまる。フォームクーです。はい。ということで入ってまいりましたけれども、ここからですね。ってなところです。で、まあ、古代エジプトの、まあ、神様からね、多数の神話に出てくるイカロスの翼のようなね、古代ギリシャのね、神様神話まで、Things of flight occur again and again、飛ぶことに対する話題は何度も何度も出てきますっていうところです。イカロスって知っとるけ？イカロスの翼は。名前だけ知っとる。知っとる。知らん。知らん。なんとなく。知らん。まあ、ここは確かに文系が少ないですからね。あの、ギリシャ神話で有名で、イカロスの翼つって、あ、これあの落ちた後の姿なんですけれども、ちょっと見にくいかもしれませんが、あの、あれですよ、ギリシャ神話って神様に逆らうことを大事にしてるんだわ。お前は絶対飛びやしないと言われると、そんなことないぞみたいな感じで、イカロスが飛ぶんだわ。で、ね、これだけの立派な翼何で作るのって言ったら、ロウで作るんだよね。ロウソクのロウね。なんとなくわかるでしょ。ロウで作って、いいか、ロウで作ったら太陽に近づいたら絶対落ちるから、それでお前は死んでしまうんだって神様に言われて、そんなことないっつって飛んでって、太陽の近く行って、溶けて落ちて死んだ。人間には、あ、人間は神様には逆らえないよ、ちゃんちゃん終わり。これ、ギリシャ神話。あの、大人になったらハマります。大人になったらハマります。今はハマらなくてもいいですけど。っていうのが、イカロスの翼っていうんだわ。イカロスの翼。ね、っていうふうなところです。名古屋ギリシャ神話で有名です。で、次ですね。There were undoubtedly 疑いもなく sporadic attempt to achieve human flight。人間が飛ぼうと、することを達成する。人間の飛行を達成しようとする試み。attempt ですよね。ここを押さえてて。to do です。あ、
これなんかほらよく言うやつです。はい、ね、大体出てきたら書くんですけれども、こういうことです。Attempt of ing はやっちゃダメです。何々するという試みは絶対ダメなんで、Attempt は必ず to do でやります。これ受験で出てくるいろんな要素の中の大事な一つですね。何回か言ってるかと思いますけれども、まあ、書く場合では、特に、ability と、頼むぜ、tendency と、この attempt、この3つ。これらはすべて、まあ、ここだけでもあったら割愛するけど、of ing 使っちゃダメなんだ。Tendency of ing とか Ability of ing って使っちゃダメです。Attempt もそうです。Attempt of ing は使えない。で、To do のみです。人間の飛行を達成しようとするいくつかの試みが、時に何回かある試みがなされていたよ。疑いもなくあったよって言い方です。はい、ということでスポマリックですけれども、リストに載せてたっけ、それでそうですね、時折点在したというふうな意味合いです。はい、ですから、こちらの方はリストには載っておりませんが、まあ大丈夫ですよね。 continuous 継続して、 regular 定期的な、 frequent 頻繁な、 occasional 時々2番です。 OK というなところです。よろしくお願いします。はい、まあ私立って感じですね。はい、ね、さあ見ていきます。そのまま続いていきますね。はい、こちらです。 Probably in imitation of birds。 imitation もしかしたら乗っけてなかったかもね。そうだね、 imitation って模倣ね、模倣。わかると思うけれども、まず古代の人々っていうのは空に鳥が飛んでるよ。それを見て、まあ俺らもそうだよね。子供の頃とかそうじゃん。真似たら飛べると思うでしょ。うん。試さなかった？俺風強い日とか傘で頑張ってこうやってたけど、しませんでした。ありがとう、正直よろしい。ね、するんですよ。ちょっと浮くんですよ、そして。ちょっとそれが嬉しいんです。で、挙句の果てに階段からやろうとしてわけわかんないことになるみたいな。はい、だから古代の人も一緒で、鳥を真似したんだ。ね、だ鳥の模倣です。で、そういったのがちゃんと書いてあります。 The first clavel、 これはね、こっちが分かってるのが楽だよね。 Incredible が分かってたら大丈夫でしょ。 Incredible は信じられないのいいんだよね。はい、インクレディブルは信じられないね。だから、アンビリーバブルと一緒ね。でもその逆だから、クレディブルはあり得る。信憑性のある。ね。まあ、信憑性のある。ですから、インクレディブルで入るのが一般的かな。で、その逆で信じられる、信憑性のある。ビリーバブルですね。4番が正解になります。インプロバブルはありそうにもないだろう。これは、これと一緒。unlikely と一緒です。unlikely と一緒。こちらです。unlikely と一緒です。よろしくお願いします。ですね。さあ、ここまで大丈夫ですか。で、そのまま続いていくわけです。見てまいりましょうか。はい、こちらですけれども、最初の信憑性のある mention or such efforts、 そのような努力の拒絶、誰かが飛ぼうとしたことで、しかもそんな機械を開発するんだよ、要するに飛行機だわ、飛行機を開発しようとするんだ。 appeared in Roger Bacon's Secret of Earth and Nature within 1250in which he referred to an only software, a flying machine with wings, contrived by an acquaintance. で、まあ、ここはもう固有名詞だからどうでもいいですよ、バーって。ね、あれ、referred to たまたま出てきてくれたんで、
オーニソフターと呼んだです。オーニソフターです。A flying machine with wings。羽のついた飛行機械、オーニソフターと呼んだ。で、それは、contrived by an acquaintance。acquaintance 抜けるなよ。知人ね、書いてあるから。知人、よろしくない、一応書いてあるから。知人です。流さないようにして。知人によって考案された。contrive、考案するです。ね。何々を考案する。要するに考え出すんだよね。考えてそれをね、具体的なものとか形にするような意味合いですよね。で、contrive ですから、4択で見ますと、でん。まあ、これはだいぶいけるでしょう。議論する。批判する。操作する。devised。考案する。ね、3番です。まあ、タコ勝負、しっかりね、よろしくお願いいたします。はい。となります。ここでしたね。で、この長い固有名詞も処理してしまいましょうか。はい、ロジャー・ベーコンの、ちょっとこれはもう俺も見てしまうね。ロジャー・ベーコンの技術と自然の神秘についてという本があるらしい。技術と自然の神秘についてという本。で、それは、1250年に書かれていて。で、その中で知人によって考案された羽のついた飛ぶ機械であるオーニソフターについて述べられていて。で、そのような努力が信憑性のある最初の記述として現れてますっていうところで、13世紀頃に飛ぶ機械っていうのがなんかちゃんと作って人は頑張ってみたんだわっていうようなところがあるよっていうお話です。はい、ではここで、非常にあの有名な方も作ってます。次のところでロジャー・ベーコン以上に有名な方、レオナルド・ダ・ヴィンチ来ましたよ。ダ・ヴィンチ登場ですね。万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチは何を作ったか。The first documented drawings of such experimental flying machines surfaced in the notebooks of Leonardo da Vinci. はい、レオナルド・ダ・ヴィンチのノートの中に最初の、ね、書類として残された drawing、これはスケッチの意味で考えたらいいです。ね、そのような実験的な飛行機械のスケッチが現れている。そうです、これ appeared を言い換えたんですよね。同じ表現を英語では何度も使わないので appeared を言い換えたと考えましょう。つまり画面には映しませんが surfaced の言い換えは1番の appeared です。はい、でした。こんなところです。はい、レオナルド・ダ・ヴィンチのノートの中になんと実験的な飛行機械が描かれてるんです。はい、ね、はい、じゃあそれはどんなものか、ここで具体語で言ってます。 B、 非常に素直に based on で大丈夫です。ニョロニョロに基づいて、よしよし、ここまで完登じゃないですか、いい感じじゃないですか。はい、 based on the flapping motion of bird wings、 鳥の羽のフラップ乗ってるね、多分羽ばたくね、フラップ羽ばたく動きね、で、に基づいてですよね。An onisoftware required a good deal of master energy from its human operator。人間のオペレーターね、発音気をつけて。人間の操縦士から得られる a good deal of 大量のだ。a deal of で量だから。good、まあ good で、まあ控えめだけど、great ではないけど、まあ、かなりの量の筋肉の力が求められるオーニソフターを作る。そういったスケッチがレオナルド・ダ・ヴィンチの記述にあります。はい。気になるでしょ？天才ダ・ヴィンチね。これ。これが天才ダ・ヴィンチの描いたオーニソフターです。ね。まあ、理系今回多いですから。航空力学興味持ってる人もいるんじゃないですか。止めるか検証しましょう。ダ・ヴィンチは考えました。まず両手でここ持ちます。両足をここに縛り付けます。
ダヴィンチ、天才ダヴィンチですから。ほんで、何人かに頼みます。俺を飛ばしてくれと。いってらっしゃい。で、こう。どうなるでしょう。落ちました。そうですね。まあ、ダヴィンチは乗ってないです、だから。俺ちょっとやるとくわ。まあ、ただ友達のスタートの教室もないんであれですけれども、ダヴィンチがスケッチで描いたものを復元したのがこれ。実際に飛んだかどうかの教室まではすいません、半分冗談でないので、これでいけんじゃねってダヴィンチは思ったらしいです。たぶん、いけーっつって、顎から行くやろな。ズーン。そう。でも夢はあるよね。なんかさ、飛べそうな気がせんけ。うん、気がするよね。気がすること大事だから。で、実際試したら無理なんだよね。うん、まあそうなんだよね。つまり航空力学は全く発達しないし、浮力という考え方が一つもないから無理なんだわっていうようなところなんですよね。はい。ですから、このようにダヴィンチ考えてくれましたけど、あのダヴィンチでさえもそこまでうまくはいかない。はい。で、次ですね。はい、ここです。 As long as there is no other practical means of mechanical power available, such as steam or gas engines, the earth of the child aspiring adventures for generations, ほにゃらかんにゃらほんってなってます。さあ、大丈夫？ As long as 頭の中で2つ思い浮かぶ？ As long as、 なんだったろう、じー思い浮かんでくださいね。 As long as は基本的に2パターンだよね。この Only if、何々さえすればか、while、何々の間の2パターンです。as long as がね。あるよ。as long as が出てきたら、この2つで置き換えます、原則。うん。で、受験のテクニックは、これが出てきたら、生きてさえいればとは訳しないんだわ。これが出てくると生きている間になるっていうことだけを押さえておけばいいわ。あとはテクニック、こういうのは分かりやすいかな。こういうのは分かりやすいし、ちょっと大丈夫かな。一瞬待ちますよ。As long as は自分で only if か while か、ね、その意味合いを2つ考えて文脈に合うように照らし合わせるのが一般的です。ただし、I live が出てきたときは生きてさえいればとは訳さず、生きている間と訳します。これは受験では必須なんで覚えておこう。で、今回の場合だったらこんなこと言っています。Search as steam or gas engines。蒸気やガスエンジンのような利用できる。でだ、アビアはこれ、高知就職多いんでね、後ろ側からかかりますよ。利用できる機械の動力という実践的な手段。means は S 付きで手段だからね。実践的な手段がない間だね。時代です。そういう間。大丈夫？しっくりきた？ね。だって、なんもないから手で頑張っとるやろ。こうやって、手で頑張っとるやろ。で、なので、もちろんと、蒸気やガスエンジンのような利用できる機械の動力といった実践的な手段が他にない間は、みんなが音速だ、すげえって。手で飛べばいけるっしょ。でも飛ぶのやめとこうっていう、この謎の葛藤です。Only softer charmed as planning adventures for generations っていうようなところで単語いろいろ載ってたかと思うんですけども、Aspire は、切望するって、自動詞も他動詞もあるんですけれども、ね、こうなんか強く、こうね、希望を与える感じです。幾代にもわたって、冒険心のある人物が、形容詞書かな、こっちの方がいいかな。はい、この方がいいです。意欲あふれる冒険心のある人物たちを魅了したから。うん、これ形容詞かな、ごめんなさい、形容詞にしてこうだわ。意欲あふれると結構訳できるんで、意欲あふれる冒険者たちをオーニソプターが魅了してきたとですね。チャームは何々を魅了するです。チャームポイントっていうよね、ってなところです。で、はい、あとは皆さんのご想像力です。はい、まあこの話分かるように、そして皆さんある程度ね、見識を積んできているように、おそらくオーニソプターで飛べません。飛べないので、ね、飛べないですから、
回答のところを見るときに、はい、行きましょう。はい、こっち行って、シュッ。はい、ここですね。The only software champ that has finding adventures for generations。 はい、ここ。はい、見ます。はい。で、どこから埋めようってなったときに、ね、自分だったらどうするかって言ったら、まずこのオファーあるよね。で、これが頭に浮かぶかな。Lack of、ニョロニョロの不足。思い浮かんだかな？思い浮かんだかな？はい。Lack of がまず来るかな？ポンッ。はい。というふうなところかな。はい。です。で、あとはそこで見ていきますとはい、あとはどうやろうね。でこれ見ていくと多分付帯するんだわ。だから多分 with がここにつくの。ピョン、 with がつきます。はい、 with がついて、はい、で残り見ていくわけですよね。で、成功が不足しているなので、そちらを見ていくと、こうだよね。Lack of success だろうね。こんな感じかな？うん。そしたら、ノータブルが際立ったなので、ここがノータブルを入れれば、With the notable lack of success かな。際立った成功が不足した状態でいいのかな。どうでしょうか ?With a notable lack of success、ね。で、ここが、with ついてるんだけれども、lack で否定の意味合いだから、成功の不足のままですよね。で、際立った成功が不足したまま。なので、目立って成功することはないままに、幾代にもわたって、冒険者たちを魅了してきたっていうふうな言い方になります。いかがでしょうか。ですから回答は564125、6412、はい、あってますね。というところです。56412、どうですか。意外と甲府から考えられるんですけど、逆にしちゃおう。おあれなんか惜しかったね。おっ、並び替えはスパッと来たぜ。大丈夫。お、よし。あ、終わります。二重だね。二重です。ああ、こっちを選んでます。ウィズで二重してる状態です。うん、フォアは違うかな。フォアはコープと合わせはあんまないですね。うん、です。でね、うん、よしよしと、まあまあここはミスったけど1ミスぐらいで済んだかなと最後思うじゃん。この C ね、こう気を抜いたところで最後 C がね、いや、この問題一番腹立つの C だからね、実は。Practical heavier than air flight finally evolved from fixed wing aircraft in the form of gliders ってなところで、最後のオチですけれども、最終的に進化したんだわ。で、これが出てきます。Fixed Wing Aircraft。こういう言い方です。これです。固定翼ってやつ。まあ、なんとなくわかるよね。翼って翼だからあるか。羽に異なるってあるわけ。漢字は、あ、いけそうですね。固定翼を持った飛行機。だからグライダーってやつ。はい。鳥人間コンテスト。いるね。
桂今何キロあれね、ここのタイプのやつ、タイプごめんなさい、はい、トンボじゃないと思います。あのグライダー型です。 Fixed wing aircraft in the form of gliders。 グライダーってこっちに書いたね。グライダーの形式を持った固定翼を持った飛行機に進化していったね。それは要するに実践的な空気より重いものの飛行というのは最終的に進化したわけで、でグライダーは何があるかって言ったら、私の優れた画力で書くと分かるように、グライダーが持っているのはプロペラー and engines airplanes are plus become a reality。 最終的に飛行機が進化するわけで、このグライダーにプロペラとエンジンが追加されるんだわ。はい、これすげえ腹立つけれども、ここオフでございます。はい、溶けてたら嬉しい。ただこれなんでかっていうと、みんなこれが頭に呼びるんだよね。 In addition to がね、これは腹立つけど、まあ次第らしいね。ニョロニョロに加えてが出てくるんだけれども、ただこれは別に in もついてないし、単純に with プラス名詞なので、プロペラとエンジンの追加でですわ。プロペラとエンジンの追加で Airplane at last become a reality、飛行機は最終的に現実となったのですっていう風な言い方です。このオフについては取れんでもいいよ、ちょっと落としてもやめなしです、そういう問題です。ややなんです。むしろそういうのもありながらも、きちんと時間内に解くイメージっていうのを作っていければいいかなっていう風に思いますね。よろしくお願いいたします。